激高スーパーユー登場。なんだ。クソ、力を使いすぎたか。奴の尻尾を切るぞ。俺に命令するな。派手にやってくれるじゃないか。おっと、調子に乗るなよ。なんてやつだ。もっとやれ、もっと戦え。ここまでやれとは言ってないよ。君たちはエネルギーさえくれればいいんだ。教えてあげなきゃいけないね、ケロウどもが。我が尻尾に触れることすらできまい。悟空さん！悟空さん！カカロット！
おい、壊すな。貴様か。お前を制御する。何？なさって閉じろ。あんなことが できるなんて。さあ、戦いを続けるんだ。戦う相手はお前だ。ダメダメ、戦うのは君たちだけさ。あの野郎、何を企んでいやがる。おめえの相手はオラだ。その赤い髪、貴様は。スーパードラゴンボールヒーローズ、ついに覚醒したQ、大猿化したカンバ、20倍海王拳の悟空、勝つのは誰だ。君だけのドリームチームでドラゴンボールの世界に飛び込め。監獄惑星の強敵が君を待っている。スーパードラゴンボールヒーローズユニバースミッション4弾特報、8周年記念イベント、ウェブで配信決定。5話最速公開、最新情報を見逃すな。追い詰められたオラたちの命に救世主が現れる。次回、スーパードラゴンボールヒーローズ最強の戦士スーパーサイヤ人4ベジット、絶対見てくれよな。